まず第7位は、モンスを滑るもの。主。リーダータイプなんですかね。主はライズに登場する特殊なモンスで、主にイベント1100竜夜行でモンスたちを率いる、強大なボスとしてハンターたちに襲いかかってくるんだ。ボスにふさわしい見た目をしてますね。シルエット以外はほとんど、通常種とは違った見た目をしている主なんだけど、実は作中では、どうしてこんな風貌になったのかとかの生態に関わる具体的な設定が、詳しく明かされてはいないんだよね。え、そうなんですか？一応主の共通点として、嵐に巻き込まれたような傷跡が見られると記載があることから、ストーリー的には、イグシマキヒコに襲われて行き場を失ったモンスでほぼ確定なんだけど、もともと強かったのか、襲われた後に強くなったのか、その辺は不明なんだよね。まあ何かしら、修羅場を乗り越えて生き残った個体なんでしょうね。それでこの主が通常種と比べて強化されているところなんだけど、一部の部位がものすごく発達しているところなんだ。一部？うんうん。例えば主やオアシラなんかの前足は通常種よりもはるかに発達していて、前足を振った勢いだけでちょっとした風圧を起こしたり、地面をえぐり取ってその塊を投げ飛ばしたりしてくるよ。でも言ってもアワシラだし、めちゃくちゃに強いってことはないんじゃないですか？そう思う人も多いかもしれないけど、実は主やオアシラですら、ドスに登場する固有と同じくらいの危険度だと言われているんだ。クシャルダオラやテオテスカトルと同じくらい危険ってことですか？そうそう。だから通常種が弱いと言って油断すると痛い目見ることになるね。あのアワシラがそんなに強化されているなんて。それに当然他の主の危険度も軒並み高くて、主ディアグロス、主人王ガに至ってはラスボスのナルハタタ姫と同等の危険度だよ。どんだけ危険なんですか？それに戦闘能力が高いことはもちろん、そういうができないのと罠にもかからないってのは厄介な点ではあるね。罠は固有もできないけど、そういうまでできないんですね。だから小細工なしでガチンコでの勝負を主に挑むことになるんだ。体力も上位の強豪モンス並みに調整されているから、苦戦は必須だよ。主怖いです。ちなみにサンブレイクでも主の登場は期待されていたんだけど、マスターランク200竜夜行が存在しないことで、必然的に主の出番もなくなってしまったんだ。大名ザザミやライゼクスの主とは戦えないんですね。サプライズで新規追加とか期待したいけど、世界観的に難しそうだね。カプコンさん、なんかうまいことやってください。続いて第6位は、初見じゃ読めない。カイイカ。難しい漢字ですね。カイイカはサンブレイクから新たに登場したモンスの強化状態の一つで、全体的に赤い光で覆われているのが特徴的だね。まがまがしいです。そしてカイイカは合成中キュリアが、生き延びるためにモンスに無理やり寄生したことで、モンスが凶暴化してしまった状態だと言われているよ。ちょっと設定がグロいですね。肝心なのはカイイカが通常種より強化されているところなんだけど、攻撃力が通常種よりはるかに増しているのはもちろんのこと、驚くべきはその圧倒的な体力なんだ。そんなに高いんですか？体力の強化は凄まじくて、アイスボーンでトップクラスのミラボレアスやエンチェントレイチェンに匹敵するモンスがいるほどだよ。そうそうたるモンスですよ。実際数値的にはどのくらいだったんです？ソロだとミラボさんは66000、エンシェントレイシェンに至っては67500も体力があったんだ。多い。でもカイイカモンスの中にはあくまで検証結果だけど、それよりも1万くらい上回っているやつが存在するらしい。高すぎませんか？もちろん総流で攻撃ができるとか、そもそもの肉質の違いとかがあるから、体力だけで単純に強さを比べられるわけじゃないけど、それでも多いと感じてしまうよね。普通にバケモンですよ。だからストーリー上ではマスターランク10の緊急クエストでカイイカアワシラと戦うことになるんだけど、軽い気持ちで挑んでしまって、アワシラ一頭に数回おつらされたなんて悲劇も。クマさん、強かったんですね。それにカイイカモンスは怒り状態になると、カイイ強化ってのになって、強化中は行動の速度が大幅に上がるんだ。さらに強くなるんですね。一応、カイイ強化中にダメージを与え続けることで、沈静化させることはできるんだけど、もし時間以内に沈静化できなかったら、カイバーストと呼ばれる大爆発を引き起こしてしまうんだよ。名前からしてヤバそうです。カイバーストを食らってしまうと爆発で大ダメージを受けるし、確定で気絶までしてしまうんだ。カイイカ恐ろしいです。ここまで聞いた感じだとカイイカ強すぎるって思うかもしれないんだけど、それでもファンからはモンスの強化が過剰じゃなくて過去の反省点が活かされていると高評価の意見もあるくらいだよ。あとちゃっかり調整も入ったしね。それにしても、過去作どんだけヤバかったんですか。続いて第5位は、カルクホラー。恐竜化。ホラー？恐竜化は4で登場した新要素で、モンハンの世界では、
一種のウイルス的な扱いをされているものでもあるよ。ウイルスって聞くとちょっと嫌ですね。そして恐竜化は、コアマガラが撒き散らす恐竜ウイルスの感染によって起こる症状で、症状が深刻化すると突然倒れ込んでしまうんだ。ウイルスにやられちゃったんですね。だけど倒れてウイルスにされちゃったとハンターが心配する中、突然不気味な BGM と一緒に黒い煙のようなものを吐き出しながら再び起き上がって襲いかかってくるんだよ。もはやカプコンさんのゾンビゲームじゃないですか。恐竜化が発症したモンスは体の色が黒みがかっていて、疲れている時に口から出るよだれは毒々しい紫色に変化しているよ。それにモンスの血まで紫色になっているね。完全にバッコです。そして見た目だけじゃなくて戦闘能力も大幅に変化していて、動きの速度がバラバラだったり、すぐに怒り状態になったりするから、通常種とは違った立ち回りを要求されるんだ。何ですかそれ。それにウイルスの影響なのか、不規則的に攻撃を出してくることもあるから、全く読めない方向からの攻撃で不意打ちを食らうこともあるね。恐竜化強すぎです。ちなみにこの恐竜ウイルスなんだけど、なんとハンターも感染してしまうよ。ハンターが恐竜ウイルスに感染してしまうと自然回復ゲージがなくなったり、攻撃を受けた時のダメージが増加したりするんだ。自然回復ゲージがなくなるの結構痛いですよ。まあしばらく待てば自然に元の状態に戻るし、キャンプのベッドで寝れば一瞬で完治するんだけどね。ハンター無敵すぎません。あとウイルス感染から発症までラグがあって、敵をボコれば治ります。どういう原理。続いては番外編として、メインシリーズ以外で登場した恐ろしい強化形態のモンスを紹介するよ。そんなのがいるんですね。まずはまさに最悪、黒の狂気。名前からもう怖いです。黒の狂気はストーリーズに登場する謎の現象で、特定の地域で暮らすモンスが突然尋常ではないほどに凶暴化して、手当たり次第に暴れ狂うという恐ろしいものなんだ。怖すぎです。時には狂気に支配されたモンスが村や町を襲って完全壊滅に追い込むなんてこともあるみたいだね。ホラーゲームですか。一応狂気化が軽度であれば、絆意志っていう不思議な力で浄化することはできるみたいなんだけど、完全に狂気化してしまったらもう手遅れで、その状態になるとモンスを討伐するしか道はないんだ。モンスも被害者って考えるとかわいそうです。ただ当然狂気化したモンスの戦闘力は通常種とは比べ物にならないくらい強化されていて、討伐しようにも到底太刀打ちなんかできないという設定です。まさに狂気ですね。続いて第4位はちょっと憧れる、二つ名。自分の二つ名とか欲しいですよね。二つ名はクロスで新しく登場した特殊なモンスで、二つ名を持った個体は通常種と比べて全然違う体色となって、さらに性質や形態なんかも大きく変わっているんだ。ふむふむ。そして二つ名モンスは亜種や希少種とは違って、どちらかというとエンサマガドさんみたいな特殊個体とほぼ同じであるとされているんだ。そうなんですか。そうそう、通常種のモンスが過酷な生存競争を生き抜くために独自的に進化した姿だからね。モンスの世界も厳しいんですね。さて二つ名も当然戦闘能力が格段に上がっていて、もともとあった攻撃が強化されていたり、過去作で亜種が使っていた大技やコンボ、もしくは完全に新しい攻撃パターンを使って攻撃を仕掛けてくることもあるんだ。通常種での攻略法は通用しないってことですね。そうそう、例えば死毒ヒメリオレイヤなんかは猛毒よりはるかに強力な毒性を誇る激毒を持っていて、この激毒を受けると大きく体力が削られてしまうね。恐ろしすぎ。それに二つ名持ちモンスの中には特殊な状態を持つ者もいて、近雷光神王画なんかがそれに当てはまるかな。どんな状態になるんです。近雷光神王画はたくさんの雷光虫を集めることで金色の雷光を体にまとって身体伝状態へと変化するんだ。めちゃくちゃ黄色いですね。身体伝状態になると前足を地面に叩きつけると同時に電撃を発生させるなど、さらに戦闘能力が上がっていて多くのハンターたちを苦しめていたね。二つ名恐ろしいです。またダブルクロスではさらに高難易度の超特殊許可クエストを受けることができるんだけど、その超特殊許可はかなりの鬼畜難易度だと言われているんだ。鬼畜ですか。超特殊許可クエストではモンスのステータスが全体的に大幅に強化されていて、一発でも大技を食らってしまえば即落ちか瀕死になることは避けられないよ。とんでもない。生半可な腕で挑もうものなら瞬く間にベースキャンプ送りとなるし、ソロでの攻略は凄まじい難易度だったから、ここで挫折したってプレイヤーも多いんじゃないかな。挫折しない方がおかしいです。続いて第3位はそろそろ理不尽。どう思うか。今までも十分理不尽なほど強化されてましたけど、
上毛化は2つ名と同じく、クロスで初登場したシステムで、モンスが何かしらの原因によって、極度の興奮状態になってしまったことを、上毛化と言うんだ。ほうほう。そして上毛化モンスは一部の筋肉が過剰に動いているらしく、その部位が黒い霧をまとっているように見えるよ。しっかりとまとってますね。それに上毛化モンスは、二つ名持ちモンスとは違って、数としてはかなり多いんだ。そうなんですか？うん、イビル城といった大型モンスから、ホロロホルルなどの比較的小さめなモンスまで幅広くいるね。そんなにいっぱいいるんですね。ただ、獰猛化モンスの数は多いんだけど、公式から獰猛化に関する説明が全くないから、なんで異常な興奮状態になっているかとか、具体的な生態についてよくわかっていないんだ。逆に怖いです。それで獰猛化モンスの戦闘能力なんだけど、やっぱり全体的に強化されていて、特に攻撃面はかなり強化されているね。攻撃面ですか。そう、例えばラージャンさんお得意の雷ブレスなんかは、大きくタメが入る代わりに威力が超アップされてるよ。こんなん当たったら消し飛びますよ。逆に大技が高速化している場合もあって、レウスさんのお箱、バックジャンプブレスなんかは、ほとんど予備動作がない上に、もちろんダメージも底上げされてるし、非属性やられもあるという凶悪な仕上がりに、大技を高速化しないでください。また獰猛化モンスは、体力が通常種よりかなり高く設定されていることでも有名だね。体力まで高いんですか？そう、特に G 級の獰猛化モンスは相当タフで、一体倒すのにも相当な時間がかかったから、実は批判の対象にもなっていたシステムなんだ。火力の高い攻撃に加えて、超体力まで持っているなんて。それに獰猛化モンスは疲労状態にもならないから、長期戦になることはまず避けられないだろうね。これは理不尽さが増してきましたよ。続いて第2位は、名前がかっこいい。歴戦の個体。歴戦ってつくと全部かっこよく聞こえますね。歴戦の個体はワールドで初登場したモンスの強化形態の一つで、各モンスターの中でも特別に強い個体のことを歴戦の個体というらしいんだ。ふむふむ。そして歴戦の個体は、長年固有種の生態エネルギーの影響を受けた結果、強力な力を持ったモンスだと言われているね。固有種の影響力半端ないです。それで歴戦の個体も、例のごとく通常種よりはるかに強化されていて、体力、攻撃力、先行耐性なんかが強化されているよ。だいぶ強化されてますね。特に攻撃倍率なんかは異常なくらい跳ね上がっていて、生半可な防具で挑んだら瞬く間に瞬されてしまうんだ。怖すぎます。それに歴戦個体の中にはラスボスの攻撃を余裕で耐え切るくらいの防具でなければ厳しい強敵もいるから、しっかり強化してから挑むのが必須だね。どんだけ攻撃力高いんですか。ただ一番厄介なのは先行耐性で、何度も先行を浴びせると先行そのものが無効化される仕様になっていたんだ。そのせいで飛びまくるモンスたちに対して超不利で面倒くさい戦闘を強いられる結果に。これはハンター並みダメですよ。ただこれだけでは終わりません。まだ何かあるんですか。実はそんな歴戦の個体のさらに上位種で固有種にのみ存在が確認されている歴戦王ってのもいるんだよね。王とか嫌な予感しかしないです。そう、歴戦王の戦闘能力はもう異常で、攻撃力の強化は言わずもがな、そもそもが高い歴戦の個体の2倍近い体力を誇っているんだ。またネルギガンテ、イベルカーナみたいに、行動パターンや当たり判定、攻撃の性質なんかが、歴戦個体から変わっているモンスがいて、これらのモンスは完全に新しいモーションが追加されているね。強いのに加えて新モーションまであるって、超強化すぎます。ちなみにドスジャグラスなどの中型モンスは、歴戦の個体が存在しないんだけど、これは中型モンスが生態系の下位にいることで、歴戦の個体になる前に、他のモンスの餌食になっているからだと言われているね。一番理不尽な目にあってて草。続いては、番外編その2。こっちもホラー。強硬化。読みづらい感じです。強硬化はストーリーズ2に登場した現象で、黒の狂気と同じくモンスが異常な状態に陥ってしまうんだ。ほうほう。この状態になったモンスは、ピンクがかった赤色の怪しい光に包まれ、人間やアイルを襲うようになるなど、凶暴性が増してしまうよ。こっちもホラーの意味がわかりました。そしてモンスであれば種族を問わず、強硬化になってしまうらしくて、飛竜種や獣竜種のみならず、小型モンスまでもが強硬化してしまうんだ。かなりヤバい状態異常ですね。ちなみに強硬化の原因は、世界の至るところに突如として現れた、巨大な大穴から出る道の光だとされているよ。大穴？そう、そこが見えないほどの深い穴なんだけど、何の前触れもなくできるらしいから、運が悪いと村を丸ごと崩落させてしまうこともあるそうな。強硬化というか、その前段階がだいぶ理不尽でした。
このまま被害が拡大され続ければ、世界が滅亡してしまうほどの理不尽現象。果たして主人公たちは原因を解き明かし、解決することができるのか。気になる方は、ぜひ遊んでみてください。早速買います。ちなみに今回は紹介できなかったんだけど、魔境と名高いフロンティアには、天一とか、極み個体とか、それはもうとんでもない強化個体が実装されていたみたいだから、機会があったら、また紹介したいね。ランキングに含めたら、ぶっちぎりの1位になりそうですね。それでは流行る第1位は、理不尽の極み。極限化。極めちゃダメじゃないですか。極限化は、4G に登場した新システムで、極限化になったモンスは、紫黒色のオーラをまとって、かなりおぞましい姿になるのが特徴的だね。本当におぞましいです。それでこの状態は、恐竜化の時に紹介した、恐竜ウイルスの力を克服したモンスの状態でもあって、極限化になったモンスは、生物の域を超えているとまで言われているんだ。どういうことなんですか？実際に極限化モンスは、その言葉が過剰じゃないくらい戦闘能力が強化されていて、異常なまでの攻撃力の高さや尋常じゃない肉質の硬さを誇っているよ。っていうか動き発や、そんな理不尽な強さを持っている極限化モンスなんだけど、その中でも特に理不尽すぎるのが、モンハンシリーズ屈指の圧倒的すぎる防御能力を持っていることかな。どんな感じなんです？例えば、罠や閃光玉などを無効化するのはもちろんのこと。他にもお供の合体技や、毒や麻痺などの状態異常攻撃、スタン、元気攻撃なんかも、極限化モンスは無効化してしまうんだ。どんだけ耐性つけてるんですか？あとは特定のアイテム使用時以外は、強制的に攻撃を弾く部位もあります。はい、絶望。それに恐竜化モンスは、スタミナの消費が激しくなって、疲労しやすいという弱点を持っていたんだけど、極限化モンスはそもそも疲労状態にすらならないしね。間違いなく化け物ですね。ちなみにこの極限化モンスなんだけど、あまりにも理不尽すぎる難易度ということで、プレイヤーたちからは、ゲームとして面白くない、ストレスの塊でしかないなど、かなりの批判の声が上がったみたい。明らかに一番ヤバいですもんね。強すぎてハメ技での攻略が主流だったせいで、完全にムーブを理解しないとオンラインでお荷物になってしまい、オンライン集会所が殺伐とした雰囲気になるという事態にも、難易度の調整って本当に難しいんですね。ただ、普通の戦闘に飽きてしまったプロハンたちからは、またこいつら級のモンスと戦いたいという要望があるとかないとか、これが戦闘民族というやつですね。いやー、どれも理不尽な強化だったな。理不尽すぎる難易度だけど、狩猟できた時の達成感は半端ないだろうね。皆さんが考える強化形態ランキングがあれば、ぜひ教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。